2016年、東京に新たな冬の風物詩が誕生しました。青の洞窟、渋谷。東京の新たな魅力を生み出し、世界へ発信すること。私たちが生み出したのは、ソーシャル時代を捉えたかつてないイルミネーションでした。木々に取り付けられた青い光を地面に敷き詰めたミラーマットに反射させ、水面を表現。誰もが最高の一枚を撮影しシェアできる青の洞窟渋谷は、瞬く間に世界中へと拡散されていきました。 SNS では1億2000万リーチを記録。多くのメディアに取り上げられ、 PR 露出は17億円を達成。来場者数は240万人にも上りました。50日間の開催期間中、クレームや事故もなく運営が行われたのは、公園というロケーション設定と、点灯前後に2時間毎日マットを出し入れするという徹底したオペレーションの賜物でした。企業、地域、行政が一体となって生まれた青の洞窟は、協賛者のプロモーションとしても地域活性においても大きな成果を残しました。その結果、社会競争型イベントのロールモデルとして日本中から問い合わせを受けています。また外務省から日本を代表するコンテンツに認定され、日本の広報素材として世界105局のメディアで紹介されることも決定しています。2017年も進化し続ける青の洞窟にご期待ください。